イケビンホテルチームエイトと山木奈優あ、違いましたいきませんやばいこんばんはチーム B のハルピョンことジョータルナです。やばい今普通にマジで間違えた。え、もうほんと無理抜けない。いただきます。今日はなんか唐揚げ弁当みたいな感じで唐揚げ弁当だったんで今チンしてマヨネーズかけました。ごめんなさい本当にすみません。マヨネーズをかけました。許してください。いただきます。野菜もちゃんと食べますよ。この人参なんかバジルの味する。バジルダメなんだよね。白米っていうかなんか五穀米みたいな、なんか福岡のお弁当らしい。福岡のお店わかんないけど五穀米だからいいでしょ。マヨネーズつけても。お弁当のご飯。ん？劇場のお弁当。まんま。ラーメン食べて帰ってる途中いいね。マジ今日ラーメンめっちゃ食べたいと思ったの、レッスン終わり。でもダメダメ私は今日公演と思って控えました。マヨネーズついちゃった。最近もぐもぐ配信多い。今日3回とももぐもぐ配信やば。朝はフルーツサンド食べて、昼サラダ食べて、夜唐揚げ弁当。でもさ夜なんて寝るだけなのにさ、なんで食べてんだろう。うん、一番エネルギー摂取しなくていいのに。ね。このまま寝れば何キロ痩せてたんだろうこれまで。でもせっかく出していただいてるお弁当をさ食べないわけにはいかないじゃないですか。だから食べる。体力もういらないんだけどねしばらく。ともゆきさん金色ハートありがとう。あれだけ視界いいところだったからハルピョン見え見えだった。めっちゃ見えた今日。3年ぶりの劇場公演よかった。嬉しい。なんかねてか今日のなんかファンの人なんかいらないこと言うからあの今日劇場に来てた人いやそれ言わんでいいやんみたいなこと言ってやばい言ってた今日。なんかあやなさんが
写真のポーズなんかちょっと桃って言ったらクルちゃんのクルちゃんみたいな何言ってんのと思って苦笑いしちゃったファンの人、まあ、グラビアやってますからね。でもあそこでさ言われる、私が絶対さ、まあ言われないですけど私はでも私がクルちゃんの立場だったら絶対嫌だなって思うもん。うん、あとはなんかその挨拶の時にせーのみたいなあるじゃないですか、なんか後ろに下がるじゃん、あそれでは最後の挨拶をしましょうってシナタが言った後になんかこのまま終わってくれよ終わってくれよみたいな声が来て、なんかそれはそれでさ、もしも卒業発表するって考えてるメンバーがいたらしにくいってほんと、うん、しにくいって、それはかわいそう本当に。だからやめてあげてください。思ってても思うことはね、それ私も思いますから、うん、私もしないでって、それもねって思ってたけど、うん、なんか別にいいんだけどね、まあ、コールが解禁になったから好きなことを叫びたいっていう気持ちはわかるし、でも言いにくいってそれ言われちゃったら、もし自分が卒業発表考えてたら、うん、嬉しいなってメンバーが思うコールにしてください。お願いします。本当コールをしてくださるのはすごい嬉しいし、うん。今日ハルピョンコール大きかったですねって、今日ピョンズいっぱいいましたねってマネージャーさんにも言っていただけたし、すごい嬉しかったし、さすがにピョンズじゃないと思うけど、そういうことを言うのは、もしも自分だったなって心当たりある人は、うん、これから気をつけていただければなって思います。今日の髪型良かった、ありがとう、もう外したけど、うん、てかそうですよ、あの公演終わりには声枯らしてないとダメなんですよ皆さんなんでお見送りの前のせーのの時に声出るんですか？声枯らしてないとダメなんですよ。うん。うん。ほんと。もっとハルペンコールしてください。何食べてる？唐揚げ弁当。お手紙を。あのプレゼントゴーンってもらってるから、明日あれします、開封、
CD は確かにボードとか見せてもいいのかな。この間のさ、お渡し会の時は良かったよね。うちわとかボード OK だった。うん、もうやってるメンバーとかいるから、そういう人のレポとか見るのもいいかも。うん、今日はどうしても君が好きだの。チーム B の初披露でした。でももう私は8のコンサートで、これ何？たくあんだ。一度披露していたので、みんながすごいどうしようどうしようって言ってる中、私は大丈夫って思ってました。あとそれこそスタッフさんが本当にレッスンできたのが今日の午前中しかなくて、チーム B のチーム元8メン、なんか昨日もお仕事あって、そう30日1日2日でレッスンをしてたみたいなんですけど、他のメンバーは8メンバーじゃないメンバーは、そうでも8は30コンサートだったし、1日みんなお仕事あったし、もう今日の午前中しかなかったんですよ。そうめっちゃ面白かったのがなんか今日ほんと他の先輩たちとか後輩たちとかもいると思ってレッスン場に行ったらもういるのがみんな8で8やんみんなでなってましたそう他30日とか1日にみんな振り入れしてるから、私たちはそれぞれ歌割りがさ、やっぱ16人バージョンの時と変わるしさっていうこともあって、その先に8だけ今日1時間だけ早く入って振り入れさせていただいたんですけど、集合してたらみんな8みたいな8しかいなかった。おもろかった。本当にさよならじゃなさすぎてマジ笑った、うん、本当にそう全然さよならちゃうやんあんだけ昨日泣いたのにって言ってたみんな、昨日も一昨日もあんなに泣いたのに8活動休止してから2日連続8で仕事してる。受ける。でなんだっけ、あのスタッフさんが、まあ、やっぱだから私たちがさ、その1時間とかしかその振り入れできないし、その午前中だけでになっちゃうから、スタッフさんがなんかそれぞれポジションどこやりたいですかっていうのを8面に結構優先して聞いてくださって、そうありがたいって思いました。私が4番目のポジションを選んだんですけど、あの本当ほとんど一緒で、イントロぐらい、イントロとこの羽のこういうところのカウントぐらい、あとはまあ立ち位置ぐらいしか覚えなくてよくて、歌割りも一緒だし、紙下も一緒だし、感想の入るところも一緒だしっていうのがあって、
そうなので割とまだできました。一番選べよって思ったかもしれないですけど、いやもう一日半日で一番は無理、マジ忘れ、無理無理入らない、うん、ほんとリハが多分本当にリハできないですって言われてて、そうだから、ほんとみんなで合わせるぐらいしかできないですって言われてたから、でも今日、まあ、リハできたから良かったんですけど、だから多分なぎちゃんもそんな変わってないし、レミたんもそんなに変わってない場所、変わんない場所、まあ、もちろんエイトいっぱいいるけど、そのなんて言うんですかね、今日出るエイト面を優先的に聞いてくださって本当に優しかったです、ありがとうございますって気持ちでした、うん、もちろんねどうしても君がって言いたかったですよ、でもあの状況で自分を追い込める自信がなかった、無理だった普通に、全部変わるし、うん、なんかなるべく選抜はその自分のポジション、選抜のポジションから変えないようにみたいな配慮もしてくださったりするんですよ、そう、でもやっぱなんていうかあるじゃないですか、選抜がやっぱ前の方が、その曲の17期のあれとかそうだったけどさ、愛ちゃん、ゆきちゃん、そららちゃんみたいな、やっぱね初選抜の2人だしっていうのもあったりとかいろいろあるんですけど、うん、ただでさ約1日で B 公演思い出さないといけなかった、え、私やりながら思い出してた、てか思い出すも何ももうやりすぎてもう体に染み込んでる完全に、ほんと体に染み込んでるなって思いました、本当に。アーターさんハートありがとうございます。まあでも本当それもいっぱい出てるからっていうのもあるけど、うん、ねえ、キリンを辿ろうとしていたら遮断機が降りてきて、でもエイト公演もそうだったんですよね、途中からなんか そのそれこそマリアちゃんとミユちゃんがやっぱ舞台で忙しくなったりとか他のお仕事で忙しかったりとかしてたから、私が結構割と出てた時とかめっちゃあって、もうその時になんかもう覚えちゃった体が、だからそれも怖いんですよ、16人公演になったら自分の出番の回数が減るじゃないですか、
自分の回数の出番、ん、自分が出れる回数が減るじゃないですか。したらもう毎回思い出さなきゃいけないのが本当にそうそうなんですよね。うん、それがすごい嫌だ。ハルポン、ハルポン、ハルピョン、ハルコンの写真買ったよ、楽しみにしてます。ありがとう。なんかせっかくさ大学卒業してさアイドル一本ってなってさ、エイト頑張るぞって、来年それこそまだその活動休止って言われてない時にはさ、まあ大学卒業するしエイト頑張ろうって思ってて、10月にそれ言われてマジかで、5月1日からまあ兼任でもなくなるしB で頑張ろうで8月になくなるって言われて、もう私は何よ、どこで頑張ったらいいんだろう、うん、昨日物販で個別写真買えなかったからネットで注文した、ありがとう。そうなんですよ、全完売グッズありがとうございます、嬉しい。本当ある意味 AKB 一本って感じ。うん。ドッポンタイム明日しますね。ちょっと今日はご飯。めっちゃマヨネーズついちゃう。写真完売してたから並びながらネットで買いました。めっちゃおもろいそれ。長年音源だけでグッズとか買ったことなかったけど今の AKB 本当に応援したいからいろいろ買ってます。ありがとう。これからの AKB もぜひたくさん応援していただけると嬉しいです。うん、でもそれもそう本当に、なんかエイトがね活動休止するってなって、じゃあ B で頑張ろう、アウトオブ48っていう企画あります、じゃあそれ頑張ろう秒で起きた。秒で落ちた。うん、もうに初めて生ハルピョンを見て可愛すぎてびっくりしました。ダンスが素敵、ありがとう。うん、なんだろう、もちろんオーディションに落ちたことも悔しいし、でもやっぱ私は AKB が一番好きだから、そのなんていうか、AKB 一本っていうのもみんな的にはやっぱ
なんだろう、安心するだろうし、そっちの方がそのなんかいろいろあれもこれもってやってハルピョンわーってまたなって大変だってなるのもさ、みんなもさ絶対大変じゃないですかっていうのもなるし、でもやっぱみんなハルピョンのことをそうやって地上波で見たいっていうのを言ってくださったりとかしてくださってるっていうのも分かってるしっていう、なんかいろんな悔しさというか、なんかでもやっぱ一番大きかったのはまたこのなんて言うんだろう、大事なところで落ちるんだっていうのはすごい悔しくて、なんかショールーム選抜もそうだったし、お料理選抜もそうだったし、なんかいろんなところですごいチャンスを全然ものにできてないっていうのがすごい悔しくて、いっぱいチャンスはファンの方となんか作っていただいているのに、ファンの方にもそれを自分のものにできていないっていうのがやっぱそれが一番悔しくて、またダメかっていう気持ち なんか落ちたっていうことより、なんだろう、やっぱりこのメンバーには勝てないんだっていうのがドーンって叩きつけられたみたいな感じ、だったから、なんかだってさ、ダンススキルがある子はさ受かってるじゃん、で伸びしろがあるって言われて受かってる子もいるじゃん、ダンススキルも伸びしろもないってことですかってなっちゃうんですよねネガティブだから私は、すごい、そう、まあでもきっと受かったとしてもめっちゃ苦戦してたと思うし、なんかやっぱ自分が普段やってるアイドルダンスっていうのとはすごいめっちゃ違って、もうザ・ K-POP ダンスみたいな感じじゃないですか。だからでもだからこそなんか挑戦してみたいっていう気持ちもあったし、ただまあ、AKB 一本で、本当に AKB 一本で行くぞって気持ちです今は。なんかね、本当。だから一番最初にもうなんかアウトオブ48やりますみたいな、参加資格あるメンバーこのメンバーですって言われた時にはもう落ちてたんですよ私そう、もう落ちてたから、なんか見てくださいみたいな気持ちもなんかなんて言うんだろう、でもなんかもう落ちてるって分かってたから、もう最初しか映んないから、もう全力で見てほしかったし、みんなにはむしろね、むしろもう最初しか映んないんだからもうこっから先私映んないからそうだから見てほしかったし、そうです、もう放送される初回放送の前にもう落ちてたから、そうそうなんですよね、だからなんかなんて言うんだろう、すごい難しい気持ちだった、なんか見てほしいけど AKB の新しい番組だし見てほしいっていう気持ちもあるし、でも落ちてるからなんかみんなが絶対受かると思うよみたいな、ハルピョンなら大丈夫みたいな、なんか頑張れみたいな
でも落ちてるんよと思いながら心の中ではねすごい思ってたし、僕はハルピョン応援します、私はハルピョン応援しますっていう他のファンの方とかもいたから、なんかごめんって気持ちだったし、なんかでも見てもらわないと最初しか映んないからみんな見ないとっていうのもあるし、ただまあ普通にその最初の参加資格あるメンバーっていうのに選ばれたのかわからないけれども、そこに入れたことはまあ嬉しかったけど、でもそんなにすぐになんか落ちるっていうのを思ってなかったから、ゆきりんさんも番組で言ってたけど、そうだから本当に早くないみたいな、こんなすぐなんだみたいな気持ちそうなんかあれもダンス審査って聞いてたわけじゃなくって、そのなんて言うんだろう、とりあえず2週間で覚えてきてくださいみたいな、だからあれがオーディションだって知らなくって、まあでも評価はされるだろうなみたいな気持ちではいたんですよ、絶対だって見てもらうってことだし、それが宿題って言われてるから評価はされるだろうなとは思ってたけど、そこで落とされるって知らなかったからびっくりみたいな本当に衝撃、でもとしさん金色だるまありがとうございます。でもまあ参加させていただけたことが、多分参加なんか難しいんですよね、私あんな簡単になんか12人落とすんだったらもう最初から24人でやってよって思ったけどそう、でもなんかじゃあ参加資格ないですあなたはって、22歳なのに参加資格ないですって言われてたら言われてたで絶対にズーンってなってたし、そうだからもうなんかむずいむずい、ほんとむずいなと思ってました。レッスンに気合入ってた、あれはもうドボンのやつですあれはもうドボンの時にファンの皆さんが頑張ってくださったジャージ、そう、それでゲットできたジャージ、みんなの心も背負って、そうなんです、先生気合入れてました。まあでも次も動物の回も出ると思います、あの私が落ちてるしそう、でもなんかあっという間すぎてなんかびっくりしかなくて、なんかその瞬間の悔しさっていうのよりもなんかもう落とされるんだ私みたいな気持ちすぎて、なんかなんか感情が複雑でした、すごい、でもそんな私ズーンってなってない、なんか AKB にいて AKB がやっぱ好きだっていうのはあって、そうなんかその番組これに受からなかったっていう悔しさより、なんかまたさっきも言ったけどまたここでダメになったんだっていう悔しさの方が大きいって感じ、そうそうそう、うん、これで受からなかった悔しさっていうよりもまた大事なところでダメだったっていう悔しさというか悲しさというかっていう気持ちだから、なんかむしろ見てほしい、なんかみんなはねすごい悔しい気持ちで推しが落とされて悔しい気持ちで見るかもしれないんだけど、でも
もうこれ以上アウトオブに映らないから私。だからさ次も見て。もう映れないの私だから次も見てよろしくって感じ。うん。頼んだ。よろしく。そうコンセプトをやっぱ全力アイドルだから私は。でもまああんだけ伸びしろ伸びしろってさその一宮さんプロデューサーさんと花さんが喋ってる時に言ってて、いやそんなに伸びしろって言われたら落とされた気持ちよみたいな。本当、非選抜のベテランとして紹介されて落とされてもう、うん、本当もうズタズタです。そうでも伸びきってはないと思う私。いや私ほんとなんかダンスキモいんですよね。なんかなんでみんなもう筋肉がマジでない。そう止まれない。なんかたまたまともちんさんの YouTube がおすすめにその流れてきてうざ踊ってみたみたいな、それのなんかダンスの先生の止まり方とかマジダンサーみたいな感じすぎて、なんかやっぱ筋肉って大事なんだなって思ったのと、あとモーニング娘さんのあのひなのさんが好きな方いらっしゃるじゃないですか、あの方のダンスがマジでなんかもうかっこよくて、なんか筋肉って大事なんだなって思った。だからちょっと中山きんに君さん尊敬、パワー。うん。だから鶏肉食べる。関係ないか。非選抜って言うけど AKB を支えているのはそういう存在だと思うし応援してます。ありがとう。だって今日公演に出てるメンバーみんな非選抜、まあ選抜入ったことあるメンバーもいましたけど、今のシングルはねみんな非選抜でも、うちらもうちらが劇場を支えた今日は。まあいつかはね。選抜にねっては思うけど、でも公演が一番やっぱ好きだなと思った。やっぱコンサートももちろんなんだろう、すごい大きい会場ですごい綺麗な景色を見させていただけるっていうのはすっごい嬉しいことなんだよ本当に。でも
やっぱ公園って本当250人みんなの顔が見えるし、なんかサイリウムとか内輪とかも絶対見えるし、うん、なんか、うん、もちろんコンサートでも見えなくはないんだけど、やっぱ遠いからなんかそれぞれやっぱ演出とかもさすごいからさ、すごい楽しいし、やってたらやってたですっごい楽しいんだけど、やっぱ今日公演やってこの近さ好きだなって思った。うん、本当に。でも本当大きな会場でダンスが際立ってましたよみたいな、アイドルパフォーマンス綺麗すごかったですよって言って好きになってくれた方もたくさんいるから、うん、それはそれですごく嬉しいし、うん、だからどっちも大切にしていきたいなって思います。公園で撮られてコンサートで好きになりました、うちはこううちは持っていくので初めましてさせてください。待ってる、ありがとう。きゅうり辛い、ごめん。エイトコン4階席からでもハルピョンのダンス目立っててとびっきり可愛い、ありがとう。うん、ありがとうの時、ありがとうの曲の時、全員と目を順番に目を合わせてくれるハルピオが大好きです。そう、私はそこを、まあ、下手のメンバー、下手の方々しかちょっと無理なんですけど、柱があったりとかするから、でも頭サビで全員と目合わせようっていうのは思ってて、まあ、全然私の方向いてくれてないファンの方もいるんですけど、全然それはそれでいいんですけど最後に投げた時のコントロール良すぎて遠目からでもかっこよかったありがとう。でもさ、あれだなと思った、なんだっけ、あ、言いたいこと忘れた、ごめん。お腹いっぱい、空っぽ。ごちそうさまでした。美味しかった。
ンサートの丸意識しないみたいなやつ思ったより飛んでてめっちゃ笑った。そうなんですよ。エイト紙吹雪これでしょ。あれどこ行った。あれ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 ここにどっか行った。すいません、どっかにあります、食べたかもしれない、ごめん。ごちそうさま。エイトのくるくる回るやつ、いやあるよ絶対、捨ててない。なんかちゃんとオフだっていうオフ久しぶりかもマジで。それこそこの間もさ二十何日とかオフだったけどさ、そう1日オフだったけど、でもなんかやっぱコンサート直前だったし覚えなきゃっていうのもあったりとかして、なんか全然オフ感感じられなかったから、久しぶり明日マジもう1日丸々のオフ。まあ配信はするけどね。あとね右足しびれた、無理。 D さんタコ金タコありがとう。明日ゴリゴリオフ嬉しい、ちょっと嬉しい。なんでってちょっと荷物の整頓整理しなきゃやばい。もうさやばいよね。30日からオフでした。えちょっとうちの荷物整頓してもらっていい？マジ。てか今日ハーフ団子してたらみんなに顔ちっちゃいって言われました。サッキーさんとレミタン、いや皆さんもちっちゃいですけどね。でも多分ここに乗ってたから、これがなんかこれ顔が縦長に見えて多分ちっちゃく見えた。嬉しかった、ちっちゃいって言われて。あ、ね聞いて、薬指取れた、右手の。あと人差し指も今日やったのに取れた。でも逆にここ残ってんのすごくない？4本ずつ。なんで？マジでなんで？次はでもあの明日もしかしたら取れるかもしれないし、わからないから、とりあえず明日の取れ具合を見て4日。ウェルシア、でもウェルシアさんのオンラインイベントは、ウェルシアさんのイベントオンラインだから別にみんな爪見てないか。じゃあ5日のお渡し会に向けてちょっとまたあれしますわ。調整しますね。また今、なんかどっかの、あ、ここの爪だ。なんかどっかの爪切りたいと思って今爪楊枝じゃない、なんだっけこれ、爪切り、爪切り出したけどさ、どの爪切りたかったのか忘れちゃって、でも今見たら思い出した。にゃこさんハートありがとうございます。
やっちんさん、さっとさん、ハートありがとうございます。ありがとう。今日の頑張りドリンクはこちら、デカビタパワー私会2部も申し込みしたらダメ、え、どうなんだろう、わかんない。でもあやみん今日なんかインスタのストーリー見たけど、1部と2部よろしくお願いしますみたいなありましたよね。なんか大丈夫なんじゃないかな、わかんないけど。公演中マッチ飲んでました。コールしててグフってならない、大丈夫だった？大丈夫そうだった。サプライズレバーさん、金タコありがとう。金タコ、両方申し込んだ、多分大丈夫だと思うよ。だってあやみん今日インスタのストーリーで1部も2部もよろしくお願いしますみたいなの載せてたから、大丈夫だと思います。嬉しい、どっちも待ってるね。いや本当はね、あのね、あの自己紹介 MC の時、5月5日は何の日か知ってますかって聞いたら、みんな子供の日みたいな、なんかちょっとざわざわして、そうなんです、私のなんとかがあるんですよ、私がイエイワ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 ーみたいなしてさ、その後にさちゃんとさ、本日の18時からあの申し込みできますので、皆さんぜひあのこの公演が終わったらロビーに出たらすぐにゲットしてくださいって言おうとしたんですけど、完全に頭トーンって飛んじゃってた、忘れてた、予定すっからかんだと思うんでとか言っちゃった、ごめんなさい、本当すいません。埋まってますよね予定、すいません。ほんとすいません。でもすっからかんって言ったらちょっと笑ってもらったのでよかったです。でも申し訳ない。アシュラさん、金色だるまありがとうございます。申し訳ない。やっぱね、喋るとねちょっとな、緊張しちゃうんですよね、やっぱ。で、考えてないことが出ちゃうんです、私ステージ上緊張しすぎて、そう、これよこれよって考えてるのに、その考えてることが出ずに考えてないことが出ちゃうの、そう、よくない。あと57曲の時ももっと貯めればよかったって後悔。うん。みやこさん、ハートありがとうございます。私たちチームメイト一人何曲覚えなきゃいけなかったか知ってますかみたいな、なんと57曲、本当に9年で成長したんだなって思いましたとか言えばいいの、本当大変でしたとか言う、それしか言えなかった。オンラインでしか会いに行けないから今急遽ハルピョンの7月応募してきた。やばい、それありがとう、マジ急遽ありがとう。あの5月8日まで皆さんぜひよろしくお願いします。5月、オンラインだと5月28日の7部が今あの残りわずか出てるんで、そうだ、蜂の巣ダンスとか3回やったじゃないですか、あれを1曲って数えるんですよ、3回やったけどあれを1曲と数えてね、そう。でもさ、蜂の巣私ポジション違ったの、まあほとんどなんか似たようなところだったんですけど、全然ポジション違って、そのなんかやっぱ何十何人で29人バージョンと
18人バージョンとポジション違って、でもめっちゃ悔しかったのが18人バージョンの私は歌割りに入れてもらえないんだなって思ってめっちゃ悔しかったです。なんか9年って何だったんだろう、まあみんな9年やってるっちゃやってるからあれだけどさねえと思って誰かがこの思いをしなきゃいけないんですけど、うん、そう、マックンさんハートありがとうございます。でもなんか悲しくなりましたね、なんか9年経ってもここなんだみたいなやっぱ結果恥なんだな自分と思って、長縄跳び残念だったね、ハルピアはミスしなかったのね、うん私はミスしてない、だって出てないからうん私はミスしようと思ってもできなかった、ごめん、うんハルピア出てないんだ、はあ、気まずい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 Aラッシュさん金タコありがとうございます。ということで、あ、1時間ぐらい配信しますって言って、多分そろそろ1時間なので終わる。もうほんと3日間の疲れがねあれなので、お風呂入って寝る。綺麗な目ありがとう、今日はキラキラマシマシ、今日めっちゃハイライトいい感じに入ってる、いい感じ最高、明日は寝坊 OK。 そうでもね、なんか最近ほんと早起きになってて、なんかマジでいいんですよね、健康的って感じな、なんか気持ちが健康的って感じだから、なんかいいなって思ってます。いきます。1位サプライズレバーさんありがとうございます。2位トシさんありがとうございます。3位、D さんあとゆっくり休んで5月5日お渡し会楽しみにしてるね、私も楽しみにしてます。4位アシュラさんありがとうございます。5位トラック野郎あとゴリさんありがとうございます。6位、クジノダイゴさんありがとうございます。7位アーターさんありがとうございます。8位にゃーこあと隙間からハルピョン探してたありがとう。9位ラボーナさんありがとうございます。10位 A ダッシュあとピョンドさんありがとうございます。11位 SVG さんありがとうございます。12位コロパックルさんありがとうございます。13位スミちゃんあともういくつ寝ると、あ会えるかなーさんありがとうございます。そして星空ラケタ18位はドゥンセゴドンさんです。またあのいろいろちょっと明日中にやりたいことはこのルーレットを作るのとピョンムービーをちゃんとあの期限のやつに間に合わせるのと総集編4月のやつ作るのとあといろいろって感じですかね。頑張ります。明日は明日でちょっと休みだけど休みじゃないみたいな感じにはなりそうなんですけど、ちょっとゴールデンウィークねいろいろお忙しこちゃんなのでしっかり休みの日にできることはやりたいなと思ってます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はーい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6382の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それでは皆さんありがとうございました。また明日夜配信します。またね、ありがとう、バイバーイ、おやすみ。え、明日って休みなの？みんな休日？祝日？じゃあお昼とかに配信してても見れるんだ、憲法記念日見れるんだ、もしかしたらするかもしれない、ちょっとだけ。でも夜は確実に夜します、待っててください。夜はドッポンタイムとプレゼント開封やりますので皆さんよろしくお願いします。あのなんかいろいろやることに飽きたらピョンムービー、ピョン間違えた、ショールーム昼ぐらいにするかもしれません。その時はよろしく。じゃあねー、ありがとう、またねー。
バイバイ。おやすみ。